お鍋に寒天をちぎりながら入れていきます。寒天は海藻からできています。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はお友達考案の玉砂糖の使い方です。この数日雨が続いています。こんな時期は冷たいスイーツをつるんといただきたいものです。玉砂糖を使って寒天を作ってみます。棒寒天です。寒天は一度さっと水洗いしてあります。半分にちぎって水を含みますね。半分にちぎって10分間ほど置きます。はい、10分が経ちました。大きくなりましたね。それではこれをぎゅっと絞っていきます。ぎゅっ、しっかり絞りましょう。お鍋に寒天をちぎりながら入れていきます。ゼラチンは動物性、寒天は海藻からできています。棒寒天の3分の1くらいの量をお米と一緒に炊くと、お米がツヤツヤで美味しく炊き上がります。600ml のお水を入れます。そうしましたらこれを火にかけてまいります。お鍋を火にかけます。弱火でゆっくり煮溶かしていきます。お鍋の周りがふつふつとしてきました。10分間ほどゆっくり沸騰させていきます。寒天は天草などの海藻から粘液質を取り出し、それを凍らせて乾燥させたものだそうです。寒天は温度変化に強いです。一度固まると85度以上にならないと溶けません。お口の中に入れても溶けることがないので、動物性のゼラチンとはちょっと違った食感を楽しめます。火を弱めて玉砂糖を入れます。あ、つぶつぶがいい具合に残ってますね。注ぎやすい器に入れ替えました。追加で大きな塊をポロポロっと入れておきます。寒天を流し入れる型を持っていないので、これはケーキの型です。うまく取り出せないと困るので、クッキングペーパーを引いています。シートが倒れてきそうだったら、マスキングテープでちょっと貼っておきましょう。どのぐらいで固まるのかな。
天の凝固温度は33度から45度と言われています。ということは室温に放置しておいても固まってくるということです。今日はつるんと冷たく食べたいので粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やします。2時間が経過しました。冷蔵庫に入れる前にこの上にプツプツとあった気泡は小さいスプーンですくいました。簡単にスプーンですくえたので気泡が残っていると出来上がった時にここに残ってしまうのでプツプツしたところはスプーンですくっておきました。さて切ってみましょう。出来上がりました。玉砂糖の寒天です。冷たくていい喉越しです。玉砂糖寒天のレシピを提案してくださった方はアイスクリームをのせたり玉砂糖を混ぜたあんこをのせたりボリュームたっぷりなレシピを紹介してくださいました。どうぞ皆さんもアレンジして美味しい玉砂糖寒天を召し上がってください。玉砂糖のお店さんの URL を説明欄に貼っておきます。またこんなものを作ってほしいなというアイデアがあったら教えてください。コメント欄でお待ちしています。最後までご覧いただいてありがとうございます。嬉しいです。どうぞ皆さんも素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。